はい白です今回ですね再生可能エネルギーの取り組み日本の取り組みということで第6回目になりますが、えー、とですね今回はですね地熱発電の続きですね、えー、世界の潮流は高温岩体発電へというちょっと珍しい名前というかね初めて聞く方も多いんじゃないかなと思うんですけども地熱発電は日本に限らず全世界で拡大が見込まれている 現時点では高温の熱水から発生する蒸気で発電機を回すフラッシュ方式が主流だが、これはもうね、そのまんま溶岩にですね、水を、水というかお湯ですよね、お湯になったやつをこう吹きつけるような感じですけどね、あるいはあの地下水が沸騰している、いわゆる温泉ですよね、それを引き出すという形ですけども、今後は低温水を利用したバイナリー方式、これはね、前回でもお話しましたけれども、沸点の低い液体を使って、 でえー、蒸気ターミンを回していくということですよね。100度以下で、えー、沸騰すると。そういう液体があるんですよね。2020年から EGS ・エンハンスとジ,、えー、ジオサーマルシステムズ。これはですね、えー、直訳すると、こんな感じですね。強化された、えー、地熱システムということになります。まあ、これ直訳なんでちょっと変な感じになりますけれども、観葉地熱システムと。 いう形なんですけどねでこの関与ってどんな意味なんだろうっていうところなんですけど、えー、自然に染み込むように養生すること無理のないようだんだん養い作ることと要するに、えー、自然の力をですね、えー、少しずつ、えー、無理のないように利用していく方法の一つだよということで、えー、そういう名前を付けたらしいですねで呼ぶまあ新しいタイプの発電設備が広がっていくとで2050年には地熱発電の約 半分を EGS が占める予測も出ていいますすよという感じですよね。まあ、2050年、相当先ですけどもね、まあ、今が2016年ですから、これ撮ってる段階ですね、まあ、ほとんど EGS はないという感じなんですけどもね。はい、EGS の代表的な方式は、高温岩体発電がある。地下にある高温状態の岩盤に割れ目を入れて、そこに地上から水を送り込んで、高温の蒸気を作り出す方式だ。 すでに欧米各国で実証プロジェクトが始まっていて、2020年代に向けて実用化の取り組みが着々と進んでいると。今のところ EGS の発電コストは従来のフラッシュ方式と比べて1.5倍程度と高く、まあ、研究費とかも、ね、かかればそうですよね。まあ、ここら辺に来ると。で、コストダウンが最大の課題だ。地熱発電は設備自体のコストを大幅に引き下げることは難しいため、 探査・掘削コストの低減と発電効率の改善が重要になってくる。米国のエネルギー省では2030年までに 1kWh 当たり6円、6000を目標に設定して EGS の技術開発を推進中であるというところですね。まあ、その一方で、えー、フラッシュ方式とバイダリー方式の発電コストは長期的に見てもさほど低下しないというところです。まあ、こんな感じなんですけどもね。 すで既に欧米では1キロワットあたり10円を下回っていてコストを削減できる余地が小さくなっているためだただし電力そのものの卸売価格が全世界で上昇していく見通しで、えー、それに伴って地熱発電のニーズは高まると予想されている力を掘削、えー、することで、えーえー 環境破壊の問題も懸念されるが、透明は火力と原子力を大変できるベース電源として期待は大きいと、えー、いうことですね。まあ、こういうやり方によって、ねえー、いろいろな発電方式が取られるということなんですけどもね、気になるのがここですよね。卸売価格が全世界で上昇していくと。これどういう意味なんだろうなというところが、私ちょっと今不思議に思ってるんですけども、 いろいろな方式がね、開発されて、自然エネルギーを使っていくっていうことであれば、原料はタダになってくるわけで、設備費のコストっていうのはどんどん下がってくるはずなんですよね。長期的に耐久性を高められるようなものも出てくれば、で方法もいろいろ出てくればっていうことなんですけどもね。うーん、まあいろいろな事情があるかなというところが、ちょっと見え隠れするのが少し気になる言葉なんですよね。 こういう言葉っていうところをね、皆さん、あのニュース見ていく上であのすごく気にしていった方がいいところもありますよっていうところをちょっと加えておいて、まあ、意味深な感じなんで終わっちゃうんですけども、まあそういう形でですね、まあ、地熱発電というところは、やっぱりいろいろなやり方もまだね、あの出てくるんじゃないかなと、これ EGS の一つの方式らしいですからね、あの他にもいろんな方法を考えてるんじゃないかなというところです。 まあ技術がね、開発されていくっていうところは、そういうところでもありますので、えー、ちょっと楽しみなやり方だなというところですね。はい、今回も以上です。どうもありがとうございます。